今回から櫓囲いの基礎についいいてて、えー、解説していきたいと思います、えー、囲いといとうのはですね、えー、数ある将棋の囲いの中の一つでして、まあ、あのかなりよく刺される、えー、囲いですね、はいえーと。将棋はですね王様を取られたら、えー、負けのゲームですのでその王様を取られないように、えー、囲いというものを作ってですね、まあ、しっかりこう守ってあげることが必要なんですよね。 その中の一つが櫓囲いなんですけれども基本的に囲いはですね金銀3枚で作るのが良いというふうにされています金が2枚に銀が1枚ですねというので基本的には囲いというものを作っていきますでですね櫓囲いというのは今画面に見えてますようにこの囲いですね この形の囲いをヤグラ囲いというふうに呼びます。このヤグ囲いの特徴としてはですね、えー、ここですね、はい、ここのこの金銀三枚のこの形状ですね、はい。 に、えー、特徴があります基本的にあの囲いというのはですね、えーまあ、この桂馬であったり香車っていうのもまくっついていてもちろん不もくっついていたりするんですけれどもあの金銀3枚をいかに配置するかということによって、えー、基本的には、えー、囲いの、まあ、名前が決まってきます。はい、で、えー、このように、えー、配置した囲いのことを、えー、矢倉囲いという,ふうに呼びます,です、ねえー、先ほど言いましたように金が2枚ありまして、えー、銀が1枚と。 これで矢倉囲いといいう,うに呼びます。すでではですね、矢倉囲いがどのような囲いかと言いますと、えー、まあ、どういう,ような特徴を持っているかということですねと言いますと、えー、まずですねここの金銀ですね、はい、この金銀2つがこの、えー、王様の,この、まあ、前方ですねこの辺りですね、はい、この辺りをこう守ってると、まあ、銀がここ効いてますし、まあ、金も、まあ、ここですねはい。 こここにこう,効いてるとこういう感じですね。はい、という感じで、まあえー、王様の上の方ですね。の、えー、エリアをこう守っているというところにまず一つ特徴があります。でですね、えー、とこの金銀の形がですね、えー、少しこうあの偏っているかのように見えるかもしれないんですけども、これはこれでバランスが取れていまして、えー、例えばですね、まあ、同じ上からの攻めですね、上からの攻めで、えー、ここですね。 ここからこの、えー、相手が攻めてきたとしますね。で、えー、まあこここの地点には、えー、金銀が、えー、守っていない場所ですのですごくこう弱く見えるかもしれないんですけれども、えー、ここにはですねこの強者がここに利いてますね。でこの桂馬がここに効いてますね。はい、で、えー、王様もこうですね王様もここの。 聞いてますので、3つの駒でこの地点を守ってるということで、まそんなにあの弱い場所ではありません。ただ、と金銀の方が桂馬や強者より守りとして強い駒ですので、それがいないということで相手がこの端ですね端から攻めてくることもよくあります。はい。でですね、次にですね。 ここから攻めてくる、攻められることもよくあります。はい、えー、っとというのも、えー、だいたいこう八筋ですね。はい、ここの、えー、ここの筋にこう使者がいることがかなり多いですので、はい、相手の相手は使者を使ってこの、えー、玉頭と言いますね、王様の頭ですね、王様の頭をこの辺りをこう攻めてくるっていうのも、まああの矢倉学校でよく見られます。はい、でこの時にですね、えー、っと。 えー、矢倉囲いはどういう特徴があるかと言いますと歩、まあ、は歩がここにあるんですけれどもここの地点ですねこの地点を相手が攻めてきた時にこの銀がここを守ってるのと歩がこの歩ですねがここを守ってるというのでこの銀と歩で、えー、この王様の玉頭ですねを守るといった感じになっています。はい、ではあの上からの攻めに対してはこのような。 感じのですねえ。守りの特徴がありますが。では、あの横からの攻めですね。に対してはどうなっているのかと言いますと。はい、えー、こちらからの攻めですね。こちらから攻められた時にどうすればいいかということですね。例えばですね。こう終盤ですと、相手の死者がこう自陣に侵入してきまして、えー まあ矢倉囲いを崩そうとしてくるというのもよく見られるんですけれどもその時にですねえまあ仮にこう飛車銀を持っていたとしますねその時にここの金ですねこの金がいなければ飛車で王様を取られてしまいますよねということで相手はここの金を攻めてくるということが多くありますえ例えば今持ち駒にえ銀を持っていたとしますと相手がですねはい持っていたとしますとこのように。 銀を打ってきてき、えー、この金です、ね、を攻めてきたりします、はいあのまあ、金,を引金を引いたりすると王様を取られてしまいますので、えーまあ、金を寄ったりして、まあ、頑張ってあるいはこう金を引いてですねこう取らせてですね、はい、で取ってっていう,う展開はよく見られます。はい、ということで、えー、と横からの攻めっていうのはこのようにこの7八の金がですね、まあえー、と一番大事な駒に。 なっていまして、えーとまあそれを7八の金を、えー、この金ですね、はい、この金を相手が、えー、狙ってくるというのがよくありますね。ということで、えー、と矢倉学校いはですね、まあ、上から攻められることもあればこちら側ですねこうですね、はい、上から攻められるようなこともあれば こう横からこう終盤になると横から攻められるようなこともあったりしてまあその場その場でこう臨機応変に対応していくようなえ戦い方がえ求められます。ではですねえと一番初めのこの処刑からですねどのようにして櫓囲いをえ組めば良いのかということを話していきたいと思います。 あの先ほどの形を見てもどのようにして、えー、そ,そういった囲いを作ればいいかというのはわ、えー、からなかったりすると思いますので、はいえー、と一番初めの形から、えー、進めていきます。まで5、えーまあ、筋の歩をついて金をこちらですね上がります。で、えー、王様を寄って、えー、金を上がります。この囲いをですね「えー、カニ囲い」というふうに呼びます。 はいえまあ、カニのような形ということなのかもしれないですけども、はいえー、とこのカニ囲いの特徴としてはここですね、はいまあ、こういう平べったい形ですね、はいえー、角金銀金がこう一直線に並んで、えー、る、まあ、あの囲いですね、はい、で、えー、とこの囲いから矢倉囲いに基本的には、えーとまあ、進化していく。 はいここからですね、はい、銀を上がりますで A 歩を突いて金を上がります今あのこのようにな、えーえー、矢倉学校への作り方というのを、まあ、示してますけれどもえっ、ー、とですね絶対にこのように組まないといけないということはありませんあの例えば 金銀の動かすす、えー、順番を変えても矢倉囲いに組むことはできます例えば先に負をついて、えーまあ、金をこちら先に上がって銀を上がるで矢倉囲いに組みに行くというのも、えー、よく見られますはいあの絶対に、えー、この順番ではないといけないということはないですでですねえー、と今先ほど言いましたように こここの囲のののの金銀のこの形が今すでに出来上がったんですけれども、えー、この王様がこっち側に行きたいんですよね、はい。こっち側に王様を入場させたいんですけれども角が邪魔してますよね。ということで角を動かす必要があります。はい、角を上がって、まあ、角をこちら側に角を配置します。 そうすると、まあ、角がいなくなりましたので、王様は入場できます。王様を寄って、王様入るということで、これで櫓囲いがえ完成ということですね。で、この櫓囲いに、今は、えっと、この角ですね。はい、この角がくっついてるっていうような状態ですね。はい。まあ、あの、角とか、まあ、他の駒がくっついたとしても、変わらず、櫓囲いというふうに呼びます。